本日2回目の配信です。ちょっと話を区切りたいなと思って、ちょっとなんかまあ私はその起業推しだからさ、あの起業した方がいいんじゃないかって思ってる人もいるかもしれないんですけど、ちょっと雇用でも起業でも同じ大事なことがあるんですね。雇用されててもさ、なんかこう与えられる仕事、与えられた仕事をさ、自分が能動的にできるか、起業した時の要になるんだけれども、大概雇用されて体壊すぐらい頑張れちゃう人って起業してもできますからね。で、あの雇用されててやったことリスト書いてても楽しくないっていう人がいるんですよ。それやったことリストが楽しくないんじゃなくて、あの仕事を与えてくる会社が楽しくないんじゃなくて、あ、まあこれ自分が楽しくないだけじゃんっていう。来た球を打ってないんですよ。来た球をそのまま受け入れちゃうというか、そりゃさ、仕事が楽しくないというか人生が楽しくないよねっていう話になって、で起業してもね、なんかこう奇跡待ちっていうのがあって、奇跡待ち、最近うわー奇跡待ちしてる人いるんだって。その自分では何もしないし、自分ではいい女と思ってなんか勘違い女神して、あのだから波動を上げるがもう気分を上げるみたいになっちゃってて、そうしたらいいことが起こる、ラッキーが起こるみたいな奇跡待ちをしてる人、まあだからスピリチュアルとか宇宙のことに興味なくても宝くじ買っちゃうような人ですよね。いいことしてればいいことが起きるみたいな、もうなんか倒れるよって思うマジで倒れるよと思って。いやだから雇用で辛い人は起業しても辛くって、なんでかっつったら、辛いっていうのはその変化がないというかね、変化がない、ずっと待ってるから。だから現実逃避はするくせに宣伝はもう一回して、人が来なかったらもう飽きたって言っちゃうような、それ飽きたんじゃなくて飽きる前にやりきってないじゃんっていう話になってくるんですよ。そしたら起業しても絶対さ、お金稼げないんですよ。絶対お金稼げないの。ファンも増えないんですよ。だからどっちでもいいんだけどね。起業するさ、なんか準備体操みたいなのはできるわけじゃん。一緒だよ。それがなんかこう時給稼ぎに行くみたいになってる人いませんかね。時給稼ぎ、とりあえず仕事職場行ったら時給もらえるから行くみたいな。どうせやってもやらなくても同じ時給だから行くみたいな。それはもう起業してもですね、何もしないんですよ自分からは。ちょっとなんか言われたことは、結局言われたことしかできなくて、こうやるといいよ、ああやるといいよってなんか自分で考えることができない。だから発信もおのずと少なくなっていくし、少なくなるっていうかもう少ないんですよ圧倒的に。だから起業でも雇用でも来た球ちゃんと自分で打たないといけないし、自分で打つっていうことをしないといけないのね。でもしない人がいっぱいいるんだ。最近いっぱい知るわけですよそんなだらだら働いてるんだって、多分女の人多いと思う。
男の人はちゃんとなんか働くことにさ使命を持ちやすいと思うんです。女の人って結局なんか結婚すればいいやとか給料もらえればいいやとか実家があるからいいやみたいな、恥ずかしくないんですよそんなに。実はだからお家で生活ビジネス講座はですね、腐れ女撲滅運動です。腐れ女言い方悪いけど、あ、ゆうこさん、前は早く時間過ぎないかなと働いていました。今は目の前の未完了を完了させる感覚で働いたやら、それが気持ちよくて楽しく働けています。そうでしょう。あ、ようこさんはねコンビニで働いてるんですけど、なんかね自分からいろいろやるようになったらすごい楽しいらしいんですよ。いや、これって自分でさちゃんとさ自分の波動を上げてるよね。完了したら快感が生まれるからどんどんさいい回転になっていって、自分がいるから陽子さんがいるからその店舗の成績が出るみたいになってきて、それが楽しくなったら今度起業すればいいじゃんっていう話で、それなくして起業してもさ、いや働いてるところが嫌だからっつって起業してもさうまくいくわけないじゃんねっていう。でももう今ねその講座でやってることはですね、誰でも起業できるやり方だなと思って、起業した後も自分で考えていける講座だなと思ってるんですよ。もうそれはすげえ自信が湧いた。お金の使い方本当に上手になってるみんな。あのでもやったことリストをやってるからですよ。完了の気持ちよさがあるから、だからさこうなんかうまくいかないな、ほらやっても上手にできなかったっていう人はさ、完了は少ないんですよ身の回りの。で半径10メートル以上のことをしてしまうんですね。半径10メートルのことちゃんとやらないから、なんか家汚いとかなんかゴミ屋敷ゴミ屋敷、いつもちゃんと綺麗にやれっていうわけじゃなくてさ、お気に入りのものたちに囲まれてたら自然と綺麗になるはずなんだけどなみたいな、それもさできてないんじゃないかなって。家事することもめんどくせえ、仕事行くのもめんどくせえ、なんかでも外に出かけるのだけは楽しみみたいな、と。陽子さん、おうちで生活ビジネス講座で今度こそ本間もの自分ビジネスをやれるようになりたい。そうなんですよ。だから自分ビジネスだけじゃさ足りなかったところがあったんですよ。理論は変わってないんだけど、なんかもう引きこもりは私だけでいいとか思ってたね、どっかで。でも私外に出たくないんではなくて、引き込まれるほどの家を作ってしまったんだよね。でもやっぱり世の中の引きこもりっていうのも外に出たくないから引きこもりで、これをこじれたあの人がそのまま受け取ってしまうと、人嫌いだから外に出ませんみたいになっちゃうやん。とか怖いから引きこもりでって、そうなってきたらもうなんか対象が外の世界になるから、家がお綺麗にしようとかならないわけじゃん。やったことリストはさ、どんどんその自分の世界を片付けていくやり方だから、それは整ってくるよねって。その自分の世界を作るっていうのも大事だけど、同じぐらいの意味で自分の世界を整えるって大事で、なんかさ本当は自分の道なんかも用意されてあるはずなのに、
ぐちゃぐちゃしてて見えなくなってるだけだよって、官僚が少なすぎるっていう話になってきますよね。だからその今雇用されてる人も起業しなきゃダメなんだじゃなくてさ、でそういうのはもう何回も言ってんだけどさ、やっぱ起業じゃないとダメなんだみたいになっててさ、いやそうじゃねえしみたいな、今働いてるところをちゃんと完了しないと起業してもまた雇用に戻るよっていう話でさ、奇跡を待つなと、奇跡は自分で起こすもの、で起業も別に才能がある人だけがうまくいくんじゃなくて、だからその世界を私は脱したかったわけですよ。絶対誰でもできる方法を追求したくって、でちゃんとね、あとねビジネスしようって、波動を上げたらお金が入ってきた、だから別に自分はビジネスしてるつもりありませんじゃなくて、ちゃんと仕事してって思う、ちゃんとビジネスしてって思う、生活のために、で生活費を稼ぐために仕事をするんですよ、生活を豊かにするためにそもそも仕事をするんですね、みんな。なのになんかそれはすごくレベルの低い言葉だみたいになっちゃって、どこまで飛んでいくのかって言ったら、別にビジネスなんてそんな低俗なことをしてませんって、波動を上げた結果こんなにお金が入ってきましたとか、もうマジで現実見てないよねっていう。でスピリチュアルの嫌なところってそういうところだなと思って、ビジネスって言わないところだなと思って、宇宙とか言ってればさ、ビジネスの美の字も言わなくていいしさ、切れ事でずっと進んでいけるんだよ、タブーじゃよ、だからお金とかビジネスとか、いつそこちゃんと見るのっていう話でさ、いつ生活仕事遊びだっけ、ヒエラルキー、森真希ちゃんが作って、一番下に生活があって、次に仕事があって、次に遊びみたいなのがあってさ、遊ぶのが一番いいみたいな、ちゃんと仕事を、生活しっかりして、仕事ちゃんとお金のこと見て、それが遊びになったらすっげー楽しいよねって思うんだよね。なんでそれができないんだろうって。でさ、そのスピリチュアルとか宇宙のことって寝ればいいじゃんと思うんです。そんなに次元高いところ行きたいんだったら、アイリア世界って別に考えないっていうことだと思うんですよ。意識だけがあるとか瞑想とかもさ、なんで起きてる時にやらなきゃいけないのって。ちゃんと寝てたら脳みそは整理整頓されるし、ごちゃごちゃならないんだけど、寝てくれよって。働きすぎて鬱になるんじゃなくて、実はちゃんと寝てないから鬱になるっていう。人間はそもそもその生活のリズムの中にね、自分を整理する機能っていうのは絶対備わってるんですよ。なのに寝ないでさ、寝ないっていうか、なんか日中瞑想してさ、現実逃避してさ、寝て起きて気分最悪、今日気分上げなきゃみたいなあったら、もう負のループにしか入っていかないじゃん。私なんかそういう人がいっぱいいること知らなかったの。寝ろよみたいな。寝てくれよ、朝一の気分悪いの当たり前だし、そんなさ、朝起きた瞬間から自分の機嫌をジャッジするってめちゃくちゃかわいそうな世界だなと思って、なんで心のこと学んで意識のこと学んでそんなことするのって。結局さ、潜在意識より前に自分のジャッジメントがどんどん激しくなるだけだよって。
それで結局頭がごちゃごちゃな、しなくてもいいことで頭がごちゃごちゃなるから瞑想が必要になると思うんですね。考えすぎじゃないって思って考えすぎだよと思って、日中めっちゃ働いて夜爆睡すればいいじゃんって思って、なんかさ無駄に自分を高めようとかしてたらさ倒れちゃうよね。なんでそんなに高めないといけないんですかって、なんかでかわいそうになっちゃった話聞いてて、そんなに自分のことを罰してるんだって。ね、さ子宮の声に従ってって昔めっちゃ言ってたけどさ、それって実はすごい大変なことなんですよ。だから心の声に従ってってめっちゃ楽なんだよ実は。心はね、あと頭の声に従ってももっと楽で、なんでその心のことを学ぶっつっても頭で学ぶわけじゃん。意識のことを学ぶっつってもこれはもう一番危険材料でさ、結局また頭で理解するわけじゃん。どうやったら幸せになるのって、根こそぎ幸せにはならないですよね。感じるところが違うんだもん。だから今ね、この前公開呪縛セッションやってくれた高村佳代さんとかもなんかお産のプロだからさ、すげえ話は合うんだけど、なんか出産の時にやっぱ頭で産む人は子宮で産む人の違いよ。絶対その生き方が出産の時に反映されるんだってね。私なんか一見言われるんだよね、絶対難産だったんでしょ、難産だったでしょって言われるんだけど、いや安産もスペシャル安産だったみたいな。だって育児書で知識頭いっぱいにしたら絶対私楽しくないと思って、体ってか胎児に悪いと思ったから、胎児に影響すると思ったから、妊娠中一切その育児書とか見なかったんですよ。産後も見なかったんですよ。そしたらさ2時間で生まれたのウィーさんで、平均陣痛時間11時間から14時間の間でって言われて、それさ産む直前になんか資料渡されて、それで初めてして「みたいな、そんなに長いの?」みたいな、超嫌だと思って、早く出てくればいいのにと思って、めっちゃ早くなって2時間で生まれて、でもいよいよお腹痛くなった時に、あ踏ん張ればいいんだと思って、うんって踏ん張った本当はダメなんだよ、本当はダメなんだけど、でなんかハプニングが起きててさ、出産直前にさ、血が通ってた助産院が閉鎖しちゃって、先生が倒れてで、お産難民になったの一瞬。そしたらもうでっかい市民病院に連れて行かされて、私個室予約してたのにもうなんか大部屋だったわけ、いきなり何十人ってお産難民が出たから、大部屋でさ、なんか産む前の人も産んだ後の人も夜シク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 泣いて、マジで子守歌を歌い始めて、本当になんかホラーの館だったんですよ。ええー、みたいな、なんでそんなになるみたいな、まあ、なんか頑張ってきちゃった人たちなんだなとか思って、私もうこれなのご法度だけど、こんなこと言ったらね、産んだ赤ちゃんさ、ナースセンターに置いてシャワーに行ったりするんですね。シャワーに行くとき、お世話できないときに、でさ、シャワー終わってもさ、なんかシャワー終わってすぐご飯の時間だったんだけど、赤ちゃん取りに行かないで私一人でご飯食べててさ、そのずぶとさよそれが看護師さんに見つかって、あれ赤ちゃん取りに行かないんですかって言われて、あ忘れてましたって言って、そう言われてからお迎えに行くみたいな。でそんなことさ多分できないんだよね、メンタル的に弱ってたら。だから体から生まれるんだから、体で産むっていうのはすごく大事だし、我々魂の器は
脳みそでもなく心でもないし、こう体っていう物質なんですよね。魂の器が体なんですよ。だから体を大事にしないとねっていう体信仰なんですよ私。なんでちゃんと寝ないのに心のこと勉強してんのって思って、すごくない？なんでちゃんと寝ないのに心のこと勉強してるんですかって。だから体は大事じゃないからだよね。だからその森巻ちゃんの大事なことヒエラルキー説明してくれたんだけど、一番三角形の一番下に生活があって、次に仕事があって、次にてっぺんに遊びがあって、この遊びをしてる人たちが偉いみたいになって意識が高いみたいな、それって多分体心頭で当てはまるんですよね。体で生きてる人は低い、心で生きてる人はまあまあで、意識で生きてる人は最強みたいな。だから生活も体も大事にしてない人が多いっていうのがわかるんですよ。ひとみさん、鬱になってる時寝ることを頭回しでした、考え方を変えるとか心を変えるとかよりもレシチン飲んで体温めてぐっすり寝る方がよっぽど健全でした。そうなんですよ、幸せになるためには睡眠が大事です。睡眠の質、そうなんですよ。サプリとかさ、何、健康雑貨とかさ、温活とかさ、なんかよっぽど現実的だよねって思うんですよ。てるさん、やったことリストしてたらもうほんとやりきって頭空っぽで寝れるようになりました。そうなんです、実はやったことリスト睡眠活動です、眠活です、眠活。ナナさん、まさに負のループでした。何か動かなきゃと考えてることもめんどくさくてできずに寝不足。そうなんだよね、書き留めて寝ることでめっちゃ爆睡するんだよね。あとなんか謎に寝てていい環境になってくるというか、現実創造だよね。うち本当に今昼まで寝てるんですよ。旦那さんが寝かしててくれるんですよ。でもさ、たまに夜一緒に寝ないとさ、夫婦性生活がなくなるからさたまにちゃんとあの予約をして、今日しようねっつって予約をして一緒に寝るときあるゆっちさん、ほんと睡眠めちゃくちゃ大事ですね。寝れなくて鬱になりました。もうそうなんですよ、鬱になった原因は頑張りすぎたからではなくて寝なかったからなんですよ。で、謎のそのジンマシンとかいうやつもですね、もう睡眠不足なんですよ。寝ろよなっていう。でさ、不思議なんだけど、休める環境なのにもかかわらず寝ることができないってどういうこととか思って、だから外に遊びに行きすぎてんじゃないのかなって、現実逃避すぎて。睡眠は一番の味方だよ。あのさ、例えばさ、めっちゃ気分上げ上げなイベントが外であって、そこに行って元気になるよりも、実はこの人間の体の中で一番最高に波動が高い時って寝てる時だから。何でか分かります？これ物理的に説明できますよ。何かを考えてる最中って、その考え方とかじゃないです、考え方とか関係なく、何かを考えてる最中、人間ってこう立ったらさ、こう一本柱なわけじゃん。頭で考えてる時って蓋されてる状態なんですよ。もやもやって脳みそで考えてます。考えれば考えるほど蓋されてる状態なんだけど、寝てる時って何も考えないから、蓋が開いてる状態でファーって自分のねエネルギーが突き抜けるんですよ。波動高くないですかっていう。でさ、瞑想して一生懸命考えない練習するわけだから寝ろよなみたいな寝てくれよって思うんですよ。リエさん、皿洗いが瞑想になり、掃除片付けマジで無になれて、快感やったことリストを書き始めて、毎日片付けできてる自分が嬉しいです。そうでしょう、そうでしょう。
予約するって可愛い。予約しますよ、もうね、生活時間バラバラですから。でもね、昼間旦那さんで子供たちを学校に送って帰ってくること結構あるからね、あれよ、チューされて起きるっていう、毎日オーロラ姫っていう38歳、今年38歳の女、毎日オーロラ姫、王子様のキスで目覚めてますゆっちさん、さやちゃん何時間睡眠ですか？6時間から8時間だけど、8時間寝たら調子がいいね。なんかパッて目覚めても時計見て6時間ぐらいしか寝てなかったらもう一回寝る私は8時間寝るんだみたいな寝すぎです。寝すぎだけど毎日何やったことリストはさ埋まるわけですよ。もう埋めれるようになった毎日。あれも訓練だよね。もう風呂入っても髪洗う、顔洗う、ボディスクラブする、歯磨きする、で4個か5個埋まるからね。という感じです。瞑想の話になっちゃった。まあまあ、これは復習ですね。今夜2本目の配信でした。現実を見る力って絶対面白いんだよね。あ、そうだ、あ、そうだ、あ、そうだってなってる最中って、もう私も除霊してますからね。みんなの脳みそ。除霊家って名乗りたい。やってることはただ現実を突きつけるだけなんですけど、でも現実を見る力ってもう本当に自分を霊視する力だと思います。自分を見る力こそ霊視だよなと思うんですよね。ひとみさん、お金がないから不安でビジネス勉強しなかった散財する割に、今すぐ寝るってことが無料にできるのに、正気に戻るとそれはお金なくなるよねって当たり前のことにハッとしました。もう寝ます。寝てください。寝てください。もうなんか頭の整理にすごくいいんだよね、やったことリスト。お金がないから不安でビジネス勉強しなきゃってなったらさ、なんかやれって言われたことしかできなくならない？ひとみさん、それもなんか主体性がなくなるの。誰かが私を幸せにしてくれることを教えてくれるみたいな。なんだよそれってなるじゃん。みんな寝よう、もう2時だからね。私今からお風呂入って洗濯干します。あ、メロン買ったね。メロンもう終わっちゃうんだ。私のパワーを、私の手垢つけとくから私の手垢つけとくからってさや菌つけとくね。メロン食べようぜ。一人暮らし用のちっちゃいメロンも売ってます。あー、だから土に触るっていいなって思います。アーシング、わりこさん、やったことリストは精神安定剤よりも落ちてきますので。そうでしょう、そうなんですよ。ではでは、皆さんおやすみなさい。じゃあね、これ配信残しときます。じゃあねー。